はい、皆さんこんにちは。ファミツアップ編集部のターザンババゾンです。そしてファミツアップ攻略班隊が桜井です。ファミツアップ攻略班宮本です。はい、よろしくお願いします。ということで、おい、今日はですね、おい、おい、まあ火水ときて、おい、おい、今回はおすすめの貴族性の氷モンスター、おい、育てておきたい、おい、おい、モンスターは、おい、おい、これだという、これだ、これこれじゃん。というわけでね、というわけでね、やっていきたいと思いますけど、ちょっと待って、ちょっと、はいはい、戻ってきた。そう、戻ってきました。はい、ということでね、早速ですけど、これをね、育てた方がいいんじゃないかっていう、はい、強いモンスターをね、はい、じゃあね、降臨キャラ先生ね、ちょっとざっくり言っていきます。はい、はい、お願いします。とりあえず、クシナダはまあ置いときますか。そうですね、まあ、とりあえず強いか、はうん、クシナダはまあ、当たり前という感じで、普通に強い、強い。さあ、では、おすすめから、はい、まず、アンチ重力バリア、アンチ重力バリア、はい、カルラテング、カルラテングカルラ好きすぎません？カルラテングね、カルラテング、カルラテング言いたいだけでしょ。カルラテング、そこいつはね、あの標準的なステータスに、うん、そう、飛行もついてる、うん、それが出たりするよね。ホーミングもついてる。これはもう、使い勝手としてはもうクリバタ並みの使いやすさですよ。そうですね、ね。ただあの SS がうん、これあのルアちゃんと同じやつなんですけどね、このあのあれだ、そうボファーのやつ、そう、はい、スタイクショット、カルラ、カルラどんだけ言うんだよ。これは、うん、あの結構敵に密着していなきゃ使えないので、はい、結構あの運が絡むというかね、そうですね、なんですけれども、まあ、ステータスとこのホーミング、うん、アビリティが使いやすいと。なるほど、優秀、優秀でございます。はい、ヒット数稼げるし、はい、サソリとかにも使えちゃう。はい、一番、はい、あの重力のなかったら、貴族性重力のなかったら無難、うん、だから地雷とかも最近怖いですよ ね、そうそうそう。で、もう一つね、重力がいてね、このバジリスク、バジリスク、バジリスク、はいはい、ちょっとこの子僕全然まだあの触れてないんですけれども、はいはい、この子の、神化、神化が主におすすめかな。神化がですね、爆発なんですけれども、うん、ストライクショットの打点も結構高い。へえ、うん、であのデスアーク、うん、結構強いじゃないですか、はい、の、キーバージョンだと思っていただいて、はい、いいと思います。まあね、デスアークも使い勝手いいですからね、はい、爆発のね、あの友情サポート枠としては、うん、なので、はい、まあ、天狗よりこっちの方が回りやすいわって人は、うんうん、そうですね、はい、バチですか、まあ、始めるかなと、曲とかにね、はい、うん、いいと思います。で、アンチダメージオール、はい、はい、まあね、まあ、もちろんクシナダがいるんですけれども、はい、まあ、その次にこのポルコちゃん、お、ポルコ、うん、ポルコポルコはね、難しいんですけど、まあ、クエストがね、うんうん、あのクシナダと比べられちゃうんですけど、よくね、まあそうですよね、マンチダメージもアビリティがダブ、うん、かぶってるんで、そうですね、かぶってます、マインダメをっていうのが、はい、うん、まあ、でもクシナダ持ってない段階だとだいぶ使いやすい、うん、まあこっちはまあ飛行なんですよね。で、何よりいいのが、はい、あの優勝コンボね、貫通ホーム、これが、まあ、貫通ホーム優秀だよね、やっぱり。これがね、あの降臨、いまだに貫通ホーム持ってる降臨って少ないんですよね、うん、うん、確かに。あとダヴィンチぐらいじゃなくて、ダヴィンチと、まあ、アンデッドドラゴン、まあアンデッドドラゴンは期間があるから、うん、そうそう、うん、だからまあ実質ダヴィンチだけみたいな感じがあるので、うん、ですかね、そう、ノマガンでも使えるしね、育てて間違いないと思います。はい、でもう一体これね、ギガマン、ギガマン、ギガマンですね、うん、この前やられちゃったんですけどね、私ね、ギガマンもう難しいんですけど、はい、うん、こいつは単純にあのゼウス的な、ね、存在なんですね。あ、そのストライクショットがね、メテオ、メテオもう40万ぐらいでるのかな、うん、で、貫通ダメージオールなんで、あの、うん、友情起爆役に大変便利と。なるほど、はい、なんで、まあ、美写モンテンでも使えるし、うん、そうですね、こいつは育てといて間違いないかと、はい、そう思います。で、まあ、もう一体一応ジライアがいるんですけど、はい、ジライアはなんだろうな、大きくなっちゃうやつですよね。そう、はい、それちょっと面白いんですけど、はい、面白いです、ステータスも高いんですよ。確かに、うん、でもこれを作るんだったらポルターでいいかなって感じが出てくるんですよね、うん、あ、ダメージボールとして、はい、うんうん、で、アジンなので、うん、クシナダとかぶっちゃう、あ、うん、まあ、ね、クシナダ使えないシーンで、はい、こいつも使えなくなっちゃう、そうそうそうなんですよ、はい、なんでそのクシナダの被害者の会に、はい、被害者の会に巻き込まれてる確かに巻き込まれてるというわけで、ダメージボールでした、はい、次はね、ワープはもちろんこの子、はい、来ました、ヨシノブ。この子はね、本当いつまでたっても強いですね、強いですね、はい、うん、そう、アクセスギアはまあおまけとしてあくまでね、はい、考えていただいて、アンチワープ、アンチで、まあ超強ホーミング、
超超方面超強方面8でございます。で、まあ、それショットの貫通たかっていうのがこれがねまたね強いんですよね。結構便利、これ強いですね。結構あのもうスピード破壊率がすごいんで、うん、こんな動きするので、はい、で、串灘を引っ張るのにも便利、はい、うん、はい、で吉野ちゃんはそう結構あのクエスト自体もイザナミさえね、うん、そうですね、フレームを抜いたりすれば 楽な方なので回りやすいですよね。こいつはぜひ育てて、はい、いただきたいです。でもう一体が聴覚、聴覚最近結構最近の結構最近ですね。これもねあのオロチマルってあの光のやつオロチマルですけど、オロチマルに獣キラーがついたみたいな、もちろん弱いわけないんですよ。弱いわけないですね、うん、で神化の方も、ターン短い号令なので、うん、それはもう本当好みでいいんですけどね、はい、僕はあのビットン破壊も好きだし、うん、獣キラーもちょっといつか使うかなと思って進化してますが、なるほど、うん、聴覚もぜひ育ててください。はい、神化にしてもあれですもんね、号令ですからね、うん、で、まあ、もう一体は、ヌラリヒョン X っていうんですけど、ヌラリヒョン X こいつは、イザナギ専用感がちょっとあるかもしれない。そうね、イザナギで強いですよね。ワープ神キラー、ワープ神キラー、イザナギではだいぶ強いです。はい、まあ、ワープの神マップっていうのがねそんなに少ないのかな、うん、まだそんなにない気が、うん、なので、まあ、優先度は低いかな吉野部より、はい、でも作っとくとまあ便利みたいな、まあ便利です、うん、なんでそうイザナギに挑戦したいけどちょっと手持ちがいないって人はヌラリ全然、はいはいはい、そうですね、めちゃくちゃ強いです、はいはい、めちゃくちゃ強いですで、ワープはそんなもんかな、はい、まあ、一応あのメデューサもワープです、うん、はい、メデューサ、メデューサは毒でした、毒が使えるのね、うん、毒が特徴、うん、はいはい、ああ、はいはい、神化の方はあの SS が8ターンのやつですね、はい、うん、さあ、まあ、あとはキラー系になってくるのかな、うん、そうですね、キラー系、そう、あの前にスイーパーがいないのでクシナダしか、ああそうなんだ、うん、なんでまあ飛行だったら結局あのカルラテングかカルラテングかポルターポルターになってきます、うん、でもキラーで、まあ、強いのガッチスはまあ、アジンキラー L で、うん、まあ、ミケランジェロ適正でもないんだよな、うん、なんであのそう水のアジンとかって結構ギミックがガチガチなので、はいはい、ガッチスはそこまで優先度は高くないです、はい、で、まあ、こっちの方がどちらかというとねフルール、フルール、フルールはちょっと友情ホーミングがちょっとないこれって思うかもしれないんですけど何これってあの SS がガッチリ強いので、はい、あのまあオルガだったりね、あとなんかオルガにめちゃくちゃ強いですね。あ、オリガもオルガも強い。はいはいはい、オリガにもオルガにも強い。うん、あとなんかバンパイア的な。あ、そうドラキュラか。そうドラキュラ、うん、はいはい。バススドラキュラでもね、これあのホーミングレーザーホーミングなんでストライクショットがダメージオール回避にも使えるし、うん、それこそあのジャンドラでブーストすれば200万300万ぐらいは。そうですね。うん、300万はちょっと持ったかもしれないですけど出るので。まあ、出る可能性はありますよね。うん、出る可能性は可能性は曖昧にね。結構ねフルールはあの。便利、うん、魔王キラーは L 組の中でもストライクショットが強いので、うん、そうっすね、うん、いいと思います。はい、一応このジュラも、あージュラね、ワンウェイが強い、はい、まあ結構古参ですよね、 SS も強いんですよこれ、うん、100万ぐらい出るはず、うん、へえ、うん、なんでジュラもワンウェイ欲しい人はいいと思います。はいはいはい、さあこんなもんですかね。おお、はい、今回だいぶまとめたんで、はい、結構サクッと終わりましたね今。そう今回ねちょっといつも喋りすぎちゃうので、まあ、とりあえずクシナダの紹介いいんですか、クシナダいいんですか、クシナダちょっとやっちゃっていいですよ。でお願いします、閉じますか、お願いします、最強です以上いやもうねやっぱ強すぎる、やっぱ悲しいモンスター、いやまあそうそう、悲しいモンスター、モンスターが悲しいモンスター、クシナダはこの人のせいで貴族生のアジンはみんなちょっと悲しきモンスターにちょっとのしってなってますもんね。いや、ね、なんかあのバッハとかもクシナダの被害者の会なんですよ入会します、入会してます多いなメンバーまあ結構多いです。そうなんでね、はい、とりあえず強いっていう、そうですね、もうぜひとも入手したい、うん、入手したいです。何が強いかって、もまあプラズマも強いし、そう、まあ最強の友情コンボに、うん、ヤクモというね強制号令なんですけども、そうそうそう、これもう最強のストライクショット、もう最強の SS じゃないですか、もうプラズマと合わせればもう、ね、ルシファーもしながらっていうね、ぐらい、うん、まあ本当に、うん、最強キャラでございます、はい、だからもう大体封じられやすいですねそうですね、あのクシナダ使うなよっていうステージが、今回はクシナダはやめてねっていう感じのステージが多いんで、はい、うん、まあ、まあ被害者だからね、後半使いづらいっていう、被害者が被害者の一人
とまだいそうだけどな。あとあもうやめてもうやめてあとは豚おる豚降臨は多分キュア結構作った気がするんだよな。 あとサタンぐらいしかいないかな。セルケトとか。あ、セルケト、うん、セルケトは一応、うん、あの作りに使えるんですよ、うん、貫通のね、うん、貫通重力バリアワーク、はい、その友情コンボがちょっとあれなんですけど。そうですね。でもあの羅刹とかと結構似てるのかな、神化のね、うんうん、なんで結構使いやすくはあります、はい、うん、重力ついてる時点で使いやすいですよ。うん、まあ、なんでセルケトもまあ、うん、ちょっと、ね、っ使う場所は限定されてくるけど、うん、まあおすすめかなと。そうですね、まあ、ただやっぱ最近ゴーストって出てきちゃったんで、うん、あ、ゴーストに、ね、対しては、うん、まあ、ゴーストの方が使いやすいかもしれない。そうですね、ゴーストの、まあ、ゴーストも結構ダンジョン的にも楽ですしね、うん、そうね、まあ僕セルケト結構好きです、うん、どういう意味で。結構これなんか可愛いんですよねあ、見た目、うん、あ、見た目の話か、はいはいはい、性能結構好き。だからもう片方の方が結構もういっちゃってる感じになってるから、あの闇落ちしてます。そう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 いっちゃってる感じになってる。でもあっちの方があの性能はいいです。ああそうね、僕はあの見た目で進化にしてるんですけど。ああそっちにしようかなね、ちょっと中の人のね、あのパナエにちょっと似てるそれめっちゃ似てますね。似てる、はい、します。このアイコンだともうまんまパネさんかもしれない、はい、ちょっと、ね、見てるかなって、うん、あとポルターはあのビシャモンで使いたいなら神化の方がいいです。ああ、そうですね、ダメージウォールだけになる。そう、あの飛行取れちゃうんですけど、うん、神化の方が SS が強いです、うんうん、SS が確かぶっ飛ばし、めっちゃ吹っ飛ばすやつ、うん、あれ持ってる降臨キャラっていないんじゃないかな一応、うん、いなかったっけ、はい、いたようないましたっけ、はい、ですよね。いないかな、うん、ぶっ飛ばしはいないはず、うん、あ、じゃあいなかったのかもしれない、うん、あの加速吹っ飛ばしは確かポルターしかいないので、はいはいはい、あ、そっかそっか、神化いいと思います。僕もね、今ちょっと神化にしたいと思ってます。しましょう、します。いや、あの音聞いてるやつだっけあ、そうそう、騒音少女、はいはいはい、うん、でも可愛いですからね、はい、そうですね、はい、ということでちょっと姿勢が悪くてということでいかがだったでしょうか、はい、今日はね、結構コンパクトにまとめてみたんで、まあ、皆さん今の、ね、中で、まあ、これは取りやすいかなっていうのはぜひともね育ててみていただければと思います。ということでいつものように今日、じゃあ今日なんか割と宿命の位置にあるっていう話を今ペロマル先生がハビタップチャンネルのね登録用のボタン PC からの、ね、方は、その辺に今あのなでなでされてるところがねあると思いますんで、それをちょっとクリックしてみてもらえるとね、ちょっと宮越が変なことじゃあちょっと押してみましょうか皆さんね。はい、じゃあ今3、はい、2、1あのまあちょい受けでしたかねすいませんでしたということでね、はい、まあ、スマートフォンからご覧の方は、はい、下の方に URL がね出てると思いますんで、そちらからも登録してみてください。でファミチャップチャンネルね、まだまだ面白い動画いっぱいありますんで、そちらもぜひご覧ください。ということでじゃあ最後の部分だけちょっと、じゃあ今せっかくだったから宮坊氏が、うん、やってくれ、ご視聴ありがとうございましたのくだりだけちょっと、じゃあ最後お願いしていいですか。え、ちょっと待ってください、いきなりすぎてたまにはちょっと振っていこうかなと思った。え、ご視聴ありがとうございましたバイバイ